こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も担当者の茶掛の前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は一方よく万号の上を称すです。ひとたび腹いっぱい食べたら永遠に上さえも消し去り、二度と空腹を感じなくなるような素晴らしいご馳走だ。転じて全修行は温かさも面白みもないけれども、ひとたびその成果を自分のものにしてしまえば永遠に心身を満たしてくれるであろうの意味で、機動力等に見える。嫌うことなかれ、冷淡にして地味なしと、一方よく万号の上を称す。冷めてしまい味も薄くてうまくもないと嫌ってはならない。一旦満腹するまで食べたら永遠に上を称してしまうによる言葉です。では今から一方よく万号の上を称すを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。